いやー、セミナー終わりましたね。はい、これで、なんだ、京都からの京都、神戸、茨城、終わりました。はい。でですね、なんだ、セミナーに来れなかった方、また今回のセミナー映像はまた販売しますけれども、今回、明日、まあ、この動画が公開されるのが今日、の夜中なんで編集して、なんでまあ実質今日ですね、はい、今日の18時からですね、30時間限定ですね、ちょっと待って、30時間限定で7月25、18時から7月26日まで30時間限定で、販売します。で、今回販売する商品が、ワンデーセミナーですね。鹿児島で、参加費5万円で開催したセミナー映像になります。セミナー映像というか合宿映像というか、まあセミナー映像というかね、まあ収録時間3時間ぐらいあると思うんですけど、まあ内容はめちゃくちゃいいです。だからこれからコンテンツをこう販売していこうと思っている方は、まあ、見てないって方は手に入れといて、手に入れとくというか、まあ見ただけじゃダメですけどね。ただ具体的に何をやればいいのかとか、結構その中級上級の話をしています。はい、まあそんな感じです。だからコンテンツ販売をこれから考えてる方、やってる方、売り上げがなかなか上がってない方は、まあ、絶対見といた方がいいかなと思います。で、まあ商品買わない人もいてるんで、今回のテーマはですね、何でしょうかな、主婦の話、人妻の話しましょうか。じゃ、人妻の話にしていいですか。人妻の話ちょっとパンチありません、ね、今日ね、人妻が参加したんですよ、ね、なんか人妻と聞くとなんかいやらしい感じに聞こえるのは僕だけでしょうか。人妻の話にしましょう。で、今日僕ね、多分セミナー200回ぐらいやってるんですけど、多分初めてなんじゃないかな、平日のお昼ですね、平日のお昼にやったんですよ。しかも茨城ですよ、水戸、平日の茨城水戸。これね、僕ね、絶対来ないと思ったんですよ。絶対参加者ゼロだなと思ったんですね。で、やってみたら、その人妻の方と、あと男性の方、二人参加したんですけど、で、その男性の方はですね、埼玉セミナーも参加してるんですね。で、今回もまた茨城まで、東京からわざわざ茨城まで来て、水戸まで来たんですけど、そう、なんか友達がこっちにいるみたいな話をちょっとしてたかな。で、その人妻の話をしましょう。で、まあ、まあ、その方はね、ドリームアカデミアにも入ってるんですけど、オフ会に、この前オフ会やったんですね。で、オフ会に行きたかったんだけど来れなかった。で、来れなかった理由が、なんだろう。まあそのね、家庭があって土日は、まあ動けないと。で、まあ平日のお昼しか動きやすいのがないみたいな話をしてたんですね。うん。へーみたいな。まあ、何かっていうと、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、絶対来ねえだろうと思ってもやったことによって、僕は小さい結果を手に入れたんですよ。しかもね、これ面白いんですけど、じゃあ絶対来ねえだろうと、僕、結構地方も47都道府県今やってますけど、このやって、今多分ね、25ぐらい回ったと思います。おそらく。25、半分行ったか行ってないかぐらいは回ったと思うんですけど、多分ね、どっかの県は、なんだ、ちょっと待って。大分、鳥取、島根、佐賀とか、そこら辺はね、セミナー参加者ゼロなんですよ。まあ、セミナー参加者ゼロだけど、セミナー参加者ゼロに見えないかもしれないですね。いるかのように話してるんで。で、その地方でやると、まあそのセミナー参加者がいない場合もあるんですよね。そうそうそう
で今回その茨城水戸だそのね、水戸駅周辺深夜すごかったんですけど全然いないんですよ水戸駅結構立派なんですけど全然人いないんですね。すごいなと思ったんですけど、でそれでやってみたら来てマジかみたいな。でさらにこっからちょっとまたびっくりする話が僕の中ではさ、僕の中ではびっくりしたんですけど、なんだまず僕のセミナーって今1万円でやってるんですね。で最初無料もやりました。無料もやったことあるし、で最初3000円が多かったです。無料やって3000円やって5000円になって今1万です。だ今度10万とかにしようかなと思うんですけど、参加し、あでも5万やりましょうか。今回売る商品も5万なんで5万でいこうかな次。だもうねセミナー参加はもう5万になりますよ。まあ、とりあえず47都道府県はね1万でやりますけど、多分次またセミナーなんかやるって言ったら5万しかやらなくなると思います。はい。でまあ徐々にこう上げてってるんですけど、これねちょっとね主その人妻がね、人妻ですよ、人妻がなんセミナー参加費1万円って高くないですかって聞いたんですよね。どうですかセミナー参加費1万円ってどうですか。僕インフォ業界にいて、だいたいインフォ業界の相場って無料で集客してバックエンド売るか、3000円でちょっと濃いお客さんを多めに集客してバックエンド売るかなんですよ。だいたいはね、無料で多く集客してバックエンド売るか、3000円でしょっ、まあ、無料のクレクレくんじゃなくてお金払ってでも聞きたいっていう人を3000円ですよね。でそれで集客してバックエンド売るっていう、まあ、大体これなんですよ。だから5000円ぐらいになるとちょっと高くなるんですね。で今1万円なんですよ。だから僕も業界このねインフォ業界見てますけど、1万円はまあまあ高いんですよ。セミナーの参加費っていうのは。だから合宿だったら別ですよ。合宿は何十万とか高いんですけど、その普通のセミナーですよね。だからその今日だ3時間か3時間ぐらいのセミナーで1万円ですよ。どうですか。例えば3時間で1万円っていうならば、映画って2時間ぐらいで1500円とかじゃないですか。映画見るのにチケット1500円とかですよね。どうですか。1万円ですよ3時間で。だから結構高くないですかと僕は思ってたんですよ。で僕はそれは思ってたんですよ。多分まあ動画見てる方も1万円ちょっと高いなと思う方が結構割合的に多いのかなと。1万円、吉谷さんの生で話を聞けて1万円クソ安いよっていう人は多分少ない、割合的に多分少ないと思います。でね、まあそれ話聞いたんですよね。1万円高くないですかみたいな。え、そうですかみたいな。え、マジか人妻みたいな人妻マジでみたいな1万円高いですかねみたいな。あ、そんなもんなんですねっていう相場感が知らないんですよね。セミナー1万円っていう僕の相場感とその人妻の相場感は違ったってことです。だから1万円に対してそこまで高いっていう感じはなかったらしいです。だからこれ面白かったのが、次また茨城でセミナーやることがあって1万円だったらまた参加しますっていう。あ、マジですかと。参加するんだったらやりますよみたいな。だって確定じゃないですか。まあちょっとね、交通費があるんで、ただ僕はコンテンツ販売しますから、まあそれでまあ売り上げは作れるかなと思うんで、なんかちょっとお金がね必要な時は茨城に来てやると、人妻に1万円もらえるっていうねあ、人妻から1万円もらう方法にしようかな人妻から1万円もらう方法のタイトルのはちょっとパンチあります人妻から1万円もらう方法、これちょっとパンチあるかな。ちょっとタイトル変えてもいいですか。人妻の話、どっちの方が面白いんだろうな。人妻から1万円もらう方法、まあちょっと人妻の話でいいかな。まあじゃあアダルトも連想できますよね。でも人妻から1万をもらう方法どうなんだろう。あ、でもそっちも面白いかもしれない。すみません、人妻から1万をもらう方法に変えますねタイトルもう完全パッとされると思いますけど、そうだからすごいやってよかったなと思います。新しい気づき発見ですよね。だから要は僕自身もですよ、業界いて15年やってますよ、こういうコンテンツ販売っていう。でね、やっぱその業界の市場っていうかベターな、なんかそういうのが自分の中でやっぱ確立されてるんですよ。価格帯も価格テストも結構してますし、まあ長いですし、まあセミナー参加費って大体これぐらいだもんみたいなね。
だけどやってみたら知らない人にとってはなんだ、多分セミナーそんな参加したことないんでしょうね。だから知らない人にとっては別になんか そんなにみたいな話だったんですね。だからこれをじゃあもっとあの分かりやすく言うと、その情報発信で川上から川下っていう、まあ、ドリームアカデミアでも教えてますけど、いや知らない人にとっては価値があるんですよ。知らない人にとっては安く思ったりとかね、それが知らない人にとっては高いと思わない、わかります。でも知ってる人から見れば比較対象があるんで、例えばじゃあハワイに行ったとしましょう。じゃあ初めて、人生で初めてハワイに行ったとするじゃないですか。でね、あのなんかそのハワイのお土産を買おうと思って、お土産だったらちょっとベターかな、なんかハワイのジュース、ハワイでなんかジュース買ったとするじゃないですか。じゃあそれ800円ぐらいだったとします。でもちょっとあの知ってる人からすると、そのハワイに住んでる人からすると、まあそのちょっと違うとこ行くと200-300円で買えるみたいな、高くねみたいな、まあ完全観光客の釣り上げてるみたいな、まあこれもちょっと例え話悪かったですね。なんかその要は現地で知ってる人は現地の価格で買える、でも知らない人が行くと観光客のカモられるみたいな、まあタクシーとかねあ日本人来たのはカモが来たぞってそうタクシーでよく多分あると思います、ね、現地の人は道知ってるじゃないですか、ね、現地の人は道知ってるんで、ここまでって言ったら、まあ、最短で行かなかったり、いやそこ曲がってそこ曲がってとかなるじゃないですか。でもおカモ来たぞみたいな、そこまで行ってくださいってやたら遠回りするみたいな、これはあるんじゃないですか。知らないから、ね、あそんなもんなんだみたいになっちゃうじゃないですか、ね、でも知ってたら、いやそこ曲がって、いやいやいや、それ早くそっち行ってみたいになるじゃないですか。わかります？だから知ってるのと知らないので、全然やっぱそれ違うわけですよ。で、まあ川上から川下に流すっていう話なんですけど、ね、久保さんと未だにこの億万長者合宿のこの動画のリレー続けてますけど、久保さんが一番最初にやったのはね、自己アフリエイトなんですよ。セルフバック。で、セルフバックを教えただけなんですよ。あります、これもういまだにこれできますから、もう一度言います、いまだにこれできるんですけど、知らない人だから、これ塾生さんでもね結果報告いただきましたけども、主婦の人に5万円で売ったのかな、やり方3万か5万で売ったみたいな。でもその主婦の人はセルフバック知らないんですよ。だから知らない人にとっては価値があるんですね。知らない人にとっては価値がある。だから自分の物差しでやっぱり決めないってことですね。とりあえずやってみて、そのフィードバックを見て、あなるほどなっていう気づきを得て、じゃあみたいな感じで、このやっぱ繰り返しテストテストですよ。ただ決めつけない、だから決めつけないってことです。決めつけない、わかります？人妻から1万円もらう方法っていうタイトルを見て決めつけないってことですね。バット押した人は多分決めつけてると思うんですよ。あなんかちょっとエロい話が聞けるのかなみたいな、決めつけてるでしょ決めつけないってことですね。だからこれはねやっぱテストしてみないと分かんないですよね。そうそう、あとその人妻さんですね、なんか人妻はちょっといやらしいですね、まあいいや、その人妻さんが最後セミナーが終わった後、セミナーが終わった後、まあ片付けしてたんですよね。まあ僕あのスタッフいないですから、スタッフいないんで一人でセッティングして一人で片付けをするわけなんですけど、片付けしてたんですよ、ビデオカメラとかも。そしたらまあちょっといろいろとね話をこう聞いてきて、まあアドバイスしてたんですけど、要はそのなんだろうな、なんかね、できないなんか最後の方かな、なんかあそれやればできますねみたいな、あ確かにそれだったらできますねみたいな、それだったらできますねみたいなっていうなんか結論になったんですけど、何を僕が言ったかっていうと、まあ最終的にねドリームアカデミアにも入ってるんですけど、そのサイトアフリエイトをやりたいと。でまあサイトアフリエイトの話を今日したりとかしたんですけど、でその後、まあ結局その売り上げをこう上げていく、であと今ここならでも、商品販売してるんですよ。でなんか500円で売れたみたいな、ここならでも情報をね売ってるんですけども、でその情報を売る形ですよね。今ここならっていうプラットフォームで1個売れました、
うん、じゃあ今度は自分のプラットフォームを作って集客して売っていくっていうこともやっていかないといけないですよね。でその中で売り方ですよ、売り方、うん、売り方でそのもちろん情報を売るっていう方法もあるし、例えば、まあ、今回僕セミナーしてますけど、セミナーをして1万円もらってますよね。だからセミナーをやってお金をいただくっていう方法もあります。でじゃあ一番商品を売る上で一番効果があるものって何だと思います？商品の売り方で一番効果があるもの、もちろん一番の商品の売り方で効果があるものって何だと思います？効果があるもの、まあその効果っていうのはちょっと曖昧なんで分かんないかもしれないですけど、効果っていうのはその売っただけじゃなくてその後につながるってことです。要はリピーターになるとか次のアップセルとか次のバックエンドを買ってくれる可能性がある、効果、それを効果とするならば、どういうふうだ、例えばこの1個の商品を売ってその後このじゃあ商品を売るっていうことは売り上げを作ることじゃないですか。じゃあ1個の商品売って終わりだったら売り上げ、例えばこれが1万円だったとしてもらって、これ売るじゃないですか。これ売って終了ですよね終了みたいな。でもこれを1万円で売ったと同時にさらにその売り方によってはまたリピートになったりとかバックエンドを買ったりとかして最大限の効果をもたらせるもの、もたらせる売り方っていうのがあるわけですよ。それ何かっていうとね、あの対面でやるっていうね、対面って何かっていうとセミナーですよね。じゃあセミナー映像を売るのか、セミナーに直接来てもらって目の前でこう話して、今日もね参加された方の全部悩みを潰しましたよ。ほぼ潰したっていうか、ほぼほとんど潰しましたね。だからその質問もらうじゃないですか、質問もらいますよね。で質問もらってその人が悩んでることなんですよ。セミナー参加してくれた人が悩んでることなんですね。悩んでることをその場で解決案を出してで潰していくわけなんですけど、顧客満足度 100% 以上ですよ。だって目の前でねやってるわけじゃないですかね。でもその、ね、商品を映像コンテンツ、情報としては一緒かもしれないですよね。だけどそのなんだろうな、リアルでやった方が信頼関係もつくし、じゃあ先ほどの話にもちょっとつながりますけども、またセミナー茨城でやったら来ますって言ってくれたんですよ。要はリピートですよね。リピートも確約です。リピート確約ですよ。だから人妻セミナーにしようかなっていう、人妻セミナーっていう、人妻セミナーなんかパンチありますね。人妻セミナー、人妻限定セミナーみたいな、なかなかパンチあるな。そうだからあのリピートになるじゃないですか。だから今回1万円ですけど、またリピートしてもらったら、次また1万円になるわけですよね。わかります？だからで、そまあでもでもででもでもそうは言っても吉谷さんと、いや私そんなセミナーなんかできませんっていう人は大抵じゃないですか。セミナーができませんっていうね。えじゃあ何あのオフ会やればいいんじゃないですかとか、お茶会やればいいんじゃないですかと、ランチ会とかね、愚痴会とかいいんじゃないですか。愚痴会とかどうですか。女性の方って愚痴言いたいじゃないですか。聞いて聞いてみたいな、そんなことあったのっていう、めっちゃ話したいじゃないですか。それやればいいんじゃない、それはできませんみたいな、愚痴聞くことできないのみたいなできるでしょう。これね実際アルバイトでありますからね。在宅ワークの副業で今もあると思いますけど、一回その僕テレビ番組で在宅ワークの面白副業なんちゃらっていう番組を見たことあるんですけど、それねあのなんかこういうのつけてこういうのつけてでね、あの電話かかってくるんですよ。で電話かかってきて、ひたすら社長とかね、ひたすら愚痴を聞くっていうバイトなんです。そうですね。だから要はそのバイトがあるっていうことは、その愚痴を聞いてほしいことに対してお金を払う人が世の中にいるんですよ。マジですよ。これ多分検索したら出てくる。何で検索すればいい？なんか僕昔テレビで見たんですけど、愚痴を聞くバイト、ちょっと調べてみましょうか。愚痴聞く仕事、愚痴聞く仕事で検索されてますね。愚痴聞く、お家でできる仕事、内職 SP、 愚痴聞きサービス、話し相手サービス、はい、今検索したら出てきますね。愚痴聞きサービス、お相手サービスで、副業在宅ワーク、電話で愚痴を聞くビジネスお仕事。
今回は以前からテレビや雑誌などメディアによく取り上げられている愚痴聞きサービス、でプチ稼ぎをご紹介します。月曜からの夜更かしやミヤネ屋バイキングなどの人気あるテレビで紹介された話題です。これ2019年の記事ですね。2019年3月6日の記事です。あ、ミヤネ屋とかでも紹介されたんですね。はい、時給にして800円から1000円程度らしいですよ。まあ調べれば多分出てきますね。これは今サイト出てきましたけど、すごくないですか。10分300円、愚痴聞きバイト、女性スタッフ、癒しの時間、10分300円、10分300円、後払い振り込み、リピート率 90% の実績、7月の募集、9募集。なるほどね。癒しの時間、あ、ジモティーであった。ジモティーも出ない。自宅でできる電話口バイト、時給1200円、時給1200円ありましたよ。電話愚痴聞きサービスのスタッフアルバイト大募集、時給1200円、自宅で働く高時給。お仕事の内容、電話でお客様のお話や相手になって愚痴などを聞き、ストレスを解放を差し上げる真面目なお仕事です。真面目なお仕事ですね。電話でお客様のお話や相手になって愚痴などを聞き、ストレス解放をして差し上げる真面目なお仕事です。パソコンのお持ちでメールやスカイプが利用できる方、ありますよ、探せば。どうすか。だから全国には、ね、愚痴を聞いてもらいたいっていう人がいるわけですよ。このバイトが成り立つってことはお金払う人がいるわけですよね。だからそれだったらできませんって話したんですよ。愚痴会どうすかみたいな。愚痴会やればいいじゃないですかって。でね、そのネットビジネスの愚痴会とかも面白いと思いますよ。なんか稼げねえんだよみたいなね。騙されたよみたいなね。でも周りにね、周りにいないじゃないですか、あのネットビジネスやってる人って。じゃあそれもうネットビジネスあるあるの愚痴会やりませんみたいな。面白くないですか。参加費1000円ですみたいな、ね、ネットビジネスで何百万騙されましたとか、全然稼げてません、人限定みたいな、みんなで愚痴り合いましょうみたいな。面白くないですか。みんなで飲んでちょっと愚痴り合いませんみたいな。どうすか。結構面白いと思いますよね。そのね、多分、あ、でこれキャッチコピーとかね、フックのメッセージとしては、 あなたはこんな経験ありませんかとね、稼げるセミナーに参加したけど全然稼げてないね、稼げるって言われた教材買ったけど全然稼げてない、あなたはこんな経験ありませんかみたいな、結局稼げないんでしょって思ってるあなたへみたいな、結局稼げないんでしょと思ってるあなたへと、そう私のことみたいなね。いや、ね、いろいろとね、あの騙されて、いろいろとね、たまりにたまったものあると思うんです。ただなんだ、旦那に内緒で買って借金してるとかね、なんかいろいろそれたまってるでしょみたいな、やっぱそれちょっと解放しませんみたいな。今度そういうイベントやるんで、騙された人限定とか、超面白くないですかそれ。まあこういうアイディアね、なかなか浮かんでくる人は、一般的な人はいないと思いますけど、あとはやる人も少ないですからね。でこれやってみないと分かんないですから、一番最初の僕の話で、茨城の水戸の平日来るかいなと思ったんですけど、来ましたからね。これやってみないと分かんないですから、やってみないと分かんないです。だからやったもん勝ちなんですよ本当に。でやって別にリスクないですから、そんな、とりあえずやりましょうって話ですね。まあ、ということで、なんだ、本日の18時から、本日の18時からですね、じゃあ具体的に吉野さんのもうちょっとやり方を教えてほしいとかね、やり方知りたいっていう場合は、今回5万円で開催した鹿児島のね、ワンデーのセミナー、内容めちゃくちゃいいんで、ただまあ中級上級の話をしています。ただ初心者の方も、本当にコンテンツ販売をこれからしていきたい、集客をして情報を売っていきたい、コンテンツを売っていきたい、っていうふうに思ってるんだったら見とくべきです。間違いなくこのセミナーはね、本当内容いいです。だって参加者の人が、まああやさんなんですけど、あやさん、まあサイトアフィリエイトで300万稼いでるあやさんが参加、まあね、東京から来てくれたんですけどね、今沖縄いますけど、50万の価値がありましたと言っていただきましたから、
50万の価値がね、稼いでる人が聞いて300万ぐらい稼いでる人が参加して聞いて50万の価値があったという内容です。まあそれは価値の変動がありますんで、あやさんはそう思ったと。あなたはどう思うか分かりませんよ。あなたはどう思うか分かりません。価値の感じ方は人それぞれですから。うん。ただまあ参加者の声としてはそういうのはあります。10倍の価値がありましたってことですね。5万円で、5万円払って鹿児島まで来て聞いて50万の価値がありましたということを言っていただいた内容です。はい。はい。ということで、この YouTube の下に LINE 入れときますので、LINE に登録していただいている方に、ご案内していきますので、18時。あとは、まあ、30時間の間に3回か4回流すと思うんで、30時間以内に登録しておいてください。はい。では、終わりたいと思います。ありがとうございました。